皆さんこんにちは。今日のお話は、先日島村でこのちっちゃな可愛いポシェットを買ったんですけども、これに合うお財布がなかったので、ちょっとお財布を探してたんですけども、やっぱり島村ですよね。今日見つけちゃいました。本革でできてて、とっても具合が良くて、ちっちゃくて、このバッグにぴったしでした。中はカード類が3箇所に入れられます。小銭もまあまあ入りそうです。なんでね、これ無地だったんだけど、シールくっつけました。車の鍵とエアポッツと7個と、あとこのお財布でぴったし収まります。いい買い物しました。最近はね、どこに行くんでもこのポシェットをぶら下げていきます。軽いしちっちゃいので、もう手ぶらで行ってるのと同じ感じです。本当に良かったわ、見つけて。やっぱり島村だね、何でもある。今日はちょっと最近見つけた激安スーパーでさくらんぼ買ってきました。1パック397円でしたね。今年初のさくらんぼ、甘酸っぱくてとっても美味しかったです。なんか関東地方はもう梅雨入りしたらしいですね。ちょっとこれから鬱陶しい季節が続きますが、皆様体調に気をつけて楽しく暮らしてくださいね。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。今日も最後まで見てくださいましてありがとうございました。ではまたね、バイバーイ。